年静かな農家や畑が続くポートマクアリー郊外そこに不思議な威厳を放ちポツンと立つのがこのケンプシー刑務所だここはもう春からずっと夏のような気温が続いている僕の刑務所暮らしももうそう長くはないはずだそう思っていた矢先に待ちに待っていた PPO Probation Parole Office すなわち仮釈執行委員からの面会の知らせがあった。釈放が近い受刑者は出所前にこの PPO の審査が必ずある。後日、面会室に呼ばれると、そこにはいつも見かけるおばさんがデスクに座っていた。僕がオフィスの清掃をしている時によく顔を合わせていた彼女が僕の担当だったのだ。彼女は僕に座ることを促し、やっと来たわね。あなたのファイルを見せてもらったけど。 全く問題なしだわ。パーフェクトよ。釈放と帰国の手続きをするから質問に答えてねと言われ僕はいくつかの事務的な質問を受けたオーストラリアに来た経緯僕の家族構成服役した6年の間に自分の中で何が変わったかそして帰ってから何をするかなどが主な質問だったその書類は彼女の手から審査委員会の本部に提出され 二週間ほどで僕の釈放決定か否かが判断される。彼女に問題ないと言われつつも、どこかで本当に帰れるか心配している自分がいた。二週間後、PPO のおばさんから無事に釈放されることを伝えられた。残すところ四ヶ月で、このケンプシービレッジ、いや、オーストラリアともそろそろお別れだ。アダムとも、師匠とも、マークとも、サディークともさよならの時なのだ。 でも今回は喜びのさよならだ。振り返ると長い長い道のりだった。それでも僕は本当はとても幸運だったのかもしれない。今日まで多くの苦労はあったけど、こうして五体満足で、こんな危険な場所でも生き残れたのだから。誰かに更生したかと聞かれて、はっきり Yes と答えられるほど僕は偽善者ではない。ただこれから法律に触れるようなバカなことは二度とやらない。 そしてここを出る時が自分の犯した罪から卒業できる時なのだと思う。それを更生と呼ぶなら僕は更生したのだろう。僕に類い稀な経験とこの不思議なオーストラリア大陸の旅を与えてくれた全ての試練にあえて感謝したい。確かに初めは言葉の壁があり、たった一人の日本人ということでいじめや差別で困難なこともたくさんあったけど、 友達が日本から送ってきてくれた絵はがきにあった困難とは超えられるものに与えられるものだという言葉の意味を実感することになったその言葉は今でもはっきり脳裏に焼き付いていて離れないまたジェールでの厳しい起きてその裏にある制裁裏切り友情駆け引きなど刑務所特有のタイトな世界観は 僕に人間の根本にある情と断りと欲望についてじっくりと考えさせてくれたさらに犯罪の背景にある凄まじいほどの貧困や差別は僕の表現者としての問題意識をかきたてた日本に残した仲間は相変わらず頑張っているし僕の精神的な部分も体力的な忠実感も音楽に対するモチベーションも自由への渇望も生きる気力も この最果ての壁地に拘束されていた分だけ以前より強くなっている。6年という歳月は僕の肉体的自由を徹底的に奪ってくれたが、その代償といってはなんだが、何かとても重要なものを僕の人生に残してくれたような気がする。6年の間、このオーストラリアの土地を自由に出歩くことは一度もなかった。いつも見ていた青空、とどろく雷雲、スコール、遠くに見える山々、 ドライヤーののの風を浴びせられているかのような真夏の風遠くに見えた赤いサバンナの土色鮮やかな野生のインコやオウムたちフェンスの向こう側で目が合ったカンガルーの親子テレビで見たどこまでも続く無人の青い海岸やアボリジニの歴史が深く残る内陸のブッシュそして時折刑務所へ現れる外来の訪問者からの情報で受けたこの国の印象はとてもよく 僕はこの寛大なオーストラリアに感謝の気持ちでいっぱいだ。僕のオーストラリア珍機構は語学、音楽、哲学、神学、経済学、心理学、犯罪学など多くのカリキュラムを備えた大学のキャンパスのようなもので今、僕は晴れてこの学び屋を卒業する。同時に合計2190日間の僕の反省と戦いの日々をやっとの思いで 周到を告げるついに出所が目前に迫ったのだ出所直前の2週間前にシドニー海岸にあるロングベイ・ジェールという場所に移送されたここはバタストよりも古い歴史がありさらにニューサウスウェールズ州で一番大きなマンモス・ジェールとして知られている秋の雨が降り続いていて久しぶりに太陽が顔を出したその日泣いても笑ってもこれで最後になるだろう 層バスの中から六時間以上も外の景色を見ていた捕まった当初に乗ったバスの気分とは随分違う手錠もこれで最後になるはずだそしてもう二度と見られないかもしれない景色だから通り過ぎゆく郊外のまちまちの看板の文字まで念入りに読んでいた海岸沿いに隣接したシドニー空港からもほど近い 時折潮風がべらぼうに強いロングベイジェルに長い時間をかけて我ら一行は到着した噂通りの古く威厳のある佇まいにあぜんとした庭から空を見上げると迷い込んだカモメが上空を旋回している海が近いんだなと思ったここには僕のように海外から来て投獄され刑期満了直前の受刑者も多いようだここロングベイの朝は マキシマムセキュリティの作法に乗っ取り、受刑者は毎朝外に嫌顔でも追い出され、中庭のような空間に夕方まで放り出される。日が出ていればそんなにきつくはないが、秋の今頃は天気も悪く、海風にさらされて風が刺すように冷たい。このヤード内にいる200人の中には、寒さで体を壊す者もいた。たとえ出所間近であろうが、何年勤めていようが、最後の最後になっても、 ジェイルはお仕置きの場だ。ため息が出るが、もう口笛に変えよう。僕はこの寒さを避けるために、毎日図書室に逃げ込んだ。そして、そこに日本語の本があるのを見つけた。僕はその中から、華麗なるギャツビー、早急のスバル、アルケミストなどの数冊を、この最後のジェイルでの気晴らしに読もうと借り出した。きっとこのロングベイの長い歴史の中でも、 過去に日本人がケーキを務めていたのだろうそして帰国とともにこの本をその先輩方が図書室へ置いていったに違いないしかしこのジェールは広大だしかも僕のいるセクターはゲットーのように荒れ狂っている監視の受刑者たちに対する扱いも今までのところと比べても非常だし我々はまるで豚のように扱われる10メートルあるかと思われる壁の上には ライフルを持ったガードが常にヤード内の我々を見張っている豚は豚同士仲良くやる者もいるがそうできない奴もたくさんいた人は豚のように扱われると本当に豚のように見えてくるがそれになり下がる者はやはりそれまでだがみんな人間だ一人一人過去があり家族があり未来がないようで実はちゃんとあるただ受刑者を豚のように見せるトリックが ここには至る所に仕込んであり家畜たちはストレスを適度に与えられ今日も言われのない罰を受けるあっという間に2週間目の朝を迎えた今日最後にやっと家畜の役目から解放されるしかしジェールと外の世界とを隔てる境目とは一体何だったのだろうそれは人間が作ったものに他ならないなんて馬鹿らしいんだろうと思う国境も法律も この目の目前にきつ然と立ちはだかる分厚い壁も全ては人間が自らの手で作り出しているのだ天国や地獄さえもだ今この柵の内側にいる僕は何の権利も持たない家畜同然の生き物だが明日になれば看守がやってきて僕をシドニー空港へ連れて行ってくれるだろうそうすればまた基本的人権とやらが戻ってきて僕は保護され尊重され 放っておかれる自由というものは実に紙一重なところに存在するものだしかしそんな久々の自由を受け取るこのありがたさ尊さは今の僕にしかわからないものかもしれない本当に自由を味わえるのは不自由さを味わったものだけなのだろうただ自由も好き放題にやりっぱなしじゃダメだろう自由なものにはそれだけ大きな責任が伴うのだ汗を流して働いて 我慢をして自分で得たお金でそれに見合うものを手に入れる派手ではなくともシンプルに生活をし人と出会いながら何かを分かち合って生きるそんな生活が今の僕には待ち遠しくてたまらないのだ今日人生という道のりの中でこの長いトンネルを抜け自分の負った罪の清算をして晴れて表に出ようとしているここの背の高いゲートを出るとき 今いる灰色の場所とこれから何時間後に味わう外のカラフルな世界を隔てているのは実は五歩も歩けば済むほどのたった一枚の壁だったのだしかしそれは僕にとっても僕の家族や友人にとっても気の遠くなるような距離だった今の心境を的確に語るのは難しいそれは一見単調に見えるがその六年は血の滲むような毎日の積み重ねだったからだ それが今日から全く変わるだなんて、未だに信じられない。何も特別興奮してなんかいない。むしろ極めて落ち着いている方だ。もちろん冷めてこの状況を傍観しているわけではない。僕は理解しているつもりだ。この瞬間だけは紛れもなく、たとえ大金を支払っても購入できない私服の時間だということを、受刑者の身分でおこがましいが、今日という日は、 生きていると実感できる瞬間であり、それは全く感動的ですらある。僕は興奮というちっぽけな震えで、この瞬間を濁したくはないんだ。しっかり目を見開き、無言で噛み締めたいんだ。6年間はきつかったか、と聞かれれば、それは楽ではなかった。でも、逃げることのできない世界で、僕は最後にポジティブでいられた。思い返せば、走馬灯のように、 最初の日から今日までの辛いワンシーンワンシーンが巡っていく。僕はその過酷な日々さえも自分の運命として受け入れられたことがポジティブでいられたことの一番の鍵だと思っている。課題はこの経験とこれから迎える自由の本当の意味をいつまで大切にできるかだと思う。僕はこのオーストラリアの長旅で学んだ多くのことを外へ出てからも実生活や人生に応用したいと考えている。 大丈夫。大不況と叫ばれている外に出たって、世界にもまだまだ希望はあるだろう。その日の夕方、同部屋の若いオーストラリア人と部屋でテレビを見ていた。それは5時からやるいつものクイズ番組だった。いつもの日常と極めて一緒だった。出所シーンと言われて思い出すのは映画のブルース・ブラザーズだ。ここもそんな感じなのかなと思いながら、そろそろかな と、期待しているととうとう監視が僕を迎えに来た。重たい鉄のドアにつけられた小さな覗き窓がさっと開く。そしてじろっと部屋中を見回し、ベッドの上の僕を確認していった。345506番。中田だな。用意しろ。出所だぞ。南京錠が外されるとドアが開いた。帰る際の手荷物は大事なものだけにして、 六年間に貯めた各種生活グッズをもうとっくに食料やタバコに変えてある。荷物はそれだけか。はい。僕は一週間も一緒にいなかった同部屋のオーストラリア人に向かって、まるで昔からの友達のような握手をした。彼は何を思ったか、ちょっと待て、と言い、僕に新聞の景品としてついていたという、オーストラリアの国旗をくれた。僕はそのお返しに、 前から自分で作って持っていた白いハンカチに赤い日の丸を描いただけの日本の国旗を手渡した。しっかりな。ああ、そっちもな。握手とハグをして別れ、監視と夕方の日だまりの中、ジェールの長い廊下を歩いた。監視のブーツの足音が、ー穴のようなロングベイの宿舎内に響き渡る。 僕の手に手錠はもうかかっていなかったそして監視と取り留めない会話をする全部で何年だ6年です長いなまあまあです日本のどこだ北海道です聞かないまじだな帰って何をするんだ自分のやるべきこともう戻ってくるんじゃないぞもちろんです間もなくここに来た時に初めて通された レセプションンカウンターについたデスクの上にはでに段ボール箱が2つ置いてありその中身を確認させられた古くなっているが僕が着ていたスーツと靴が出てきたカビ臭い匂いがする他に携帯電話財布それには小銭だけが入っていた当時香港から持ってきたスーツケースや着替えなどほとんどの中身は 警察に証拠として押収されていて今ある荷物といったらそれくらいだったもう一つの段ボールにはこの6年間に日本から届いた手紙本 CD などがたくさん入っていたその中には僕がジェイルで撮って日本でリリースされたタイトルが数枚あったこれを飛行機の中でゆっくり聞こうそして日本にいる友人が送ってくれた新しい服に着替えた新しいジーンズ 新しい T シャツ、新しい靴が心地よすぎて、思わず匂いを嗅いだ。シャバの匂いがした。新しいバッグに本や CD を詰め込むと、監視は僕に持ち金の感情と書類へのサインを促した。これだ。映画ブルース・ブラザーズのシーンで見たことがある。監視は一枚一枚丁寧に札と効果を数えた。そして本日でケーキ満了という書類にサインをした。 その作業が終わるのを2人の移民局員が待っていたここからは彼らの管轄下に置かれるらしいこれから僕を空港まで運び飛行機に乗る瞬間まで見届けるのが彼らの役目だそうだこれはもう着ないと思うのでここで処分してください古くなったスーツと靴を持って帰る意味はないと思ったやっておいてやろうそれでは出所だオープンその号令とゲ時ト 観音開きの大きな門が開いた思わず開けごまと独り言をつぶやいたどれくらいの時間そこにいただろうか一瞬だったがそれはゆっくりと開く大きな門だったまだ夕日が高く最高に晴れ渡るシドニーの空をとても清々しい気分で仰いだ僕は無言のまま新しい世界を感じ取っていた 鉄条網も手錠もない世界だった。ドアの鍵さえかけられていないワゴン車の後部座席に乗り込み、風を感じたくて、窓を開けてもいいかと移民局員の一人に尋ねた。どうぞ、という彼の言葉に甘えて、窓をいっぱいに開け、外の空気を胸いっぱいに吸い込んだ。車が最後のゲートを抜け、巨大なロングベイ刑務所の外壁がやっと終わる頃、 僕は心の中でまた呟いた。まだ景気のある先輩方、後輩のみんな、塀の中の掟を僕に教えてくれてありがとうございました。皆さんがいてくれたおかげで、僕の6年間はとても短く感じることができました。監視の皆さん、僕に厳しくしてくれてありがとう。おかげで忍耐強さを学べました。僕は一足先に、 失礼します。もう二度と会わないだろうけど、どうか皆さん、達者で。移民局の二人はいつものことのように僕をワゴン車で運んでいく。空港へは30分くらいで着くという、西日がこれでもかというほど眩しく、風はとても気持ちよく優しかった。途中にシドニー海岸も見えた。夕暮れの通りをジョギングしている人々。 公園で遊ぶ子供たち、カラフルな色の様々な車、立ち並ぶ家々。窓の外はもう夢にまで見たフリーダムの世界だった。そしてワゴン車の大きな窓をさっそうと流れていくオーストラリアの景色は、聞こえはおかしいかもしれないが、まるで外国のようだった。